こんにちはです、徳岡邦夫と申します。よろしくお願いします。コロナ、だいぶ収まってきましたけれども、こんなにたくさん集まっていただいてありがとうございます。少しでもですね、何か宮野さんのお役に立てるような話ができたらいいなとは思っていますが、ちょっとしばらくこういう経験というのを、で白衣を着ているようにですね、いつもはですね、厨房にいてですね、スタッフ等と一緒に料理をこういろいろ研究しているので、あまりこういう登壇して、皆さんに偉そうに話をするのはなかなか慣れてないので、ちょっとひっちゃかめっかっちゃかになっちゃうかもしれませんが、よろしくお願いします。ご紹介があったようにですね、幸定一は私の祖父、おじいちゃんにあたります。今、おじいちゃんっていうふうには言いましたが、実際に現役といいますか、幸定一がいる時にはですね、おじいちゃん、おじいちゃんっていう感じではなかったですね。やっぱこう料理界に入って、物心入ついて、料理界に入ったので、ちゃんと社会が分かるようになって料理界に入ったので、なんていうのかな、その頃にはおじいちゃんっていう甘えた存在ではなくて、師匠というか、どちらかというと業界の中では神、手前、自分たちの家族の人を神っていうのもおかしな話なんですけど、本当にこう神的な存在というか、絶対的な存在でした。1930年にね、創業といいますか、吉兆っていう店を、吉兆っていうのは良い兆しって書きます。吉、大吉の吉、縁起のいい吉に、兆しですね、1兆円とか、最近ニュースでも兆っていう時代すごく使われますけども、昔そんなに兆っていう億単位でですね、なかなか兆まで何十兆とかっていう金額、なかなかニュース出てこなかったんです。今兆すごく使われてるんですけど、兆し、良い兆しっていうことで、これはですね、須磨泰水っていう、日本画家、特に大阪、関西ですね、関西の大阪の関西画壇、絵描きさんのグループですね、の人たちにの中で、こう代表的な、当時代表的な、方が、いらっしゃって、1930年当時ですね、いらっしゃって、須磨泰水さんもですね、私どもの、ひいおじいちゃん、現状のお客様であってですね、その幸定一もすごく親しくさせていただいて、いろんなことを相談したりしてたそうです。でその方に、名前を聞いたら、商売を始めるんだから、商売にあたってやっぱ商売の神様に、なんていうかな、縁起のいい形のものをないかということで、吉兆座さっていう、皆さんも多分知ってるんですけど、正月の恵比寿さんの時なんかも、笹にこういろんなものをつけてですね、縁起がいいようになるように、こうお参りに行った帰りにそのもらってきたものを1年間それを飾っとくみたいなものがあるんですけど、その吉兆笹にちなんで吉兆っていうのがどうかということで、吉兆っていう。で、吉兆の吉っていう字はですね、基本的には、東洋館で言うと武士の死に口なんですよ、正しくは。私ども使っている吉っていうのは土に口って書きます。その財水さんが多分おっしゃったんだと思いますけど、武士の死に口だと料理屋さんらしくないなと。なぜかというと、当時から武士は食わないと高い王子とかね、要するに武士はこう食わなくても我慢してこう意地を張るもんだみたいな、なんかそういう意地を見せるもんだみたいな言葉があったようで、料理屋やのに高い王子で食わないでいられるのは困るということもあり、それよりは武士の死に口よりは土、野菜であるとかいろんなものを育む土に口の方が料理屋さんらしいよねということで、土に口にしてはどうかということで、土に口の吉の、兆しで吉兆ということで名前を付けさせていただいて、やらせていただいて、でそれは30年、幸定一は1991年生まれですから、29歳になりますね。29歳の時に、創業して、で、その後ですね、いろいろなことありながら12年、ですから昭和5年、1930年って昭和5年ですね、その後昭和12年、1900、
37年に、表千家に、ね、入門してるんですよ。これすごいんですけど、その後、昭和14年、1939年ですかね、1930年から7年後に表千家に、そのちっちゃなお店作って、その7年後に表千家に入門して、で9年後に株式会社吉兆っていうのを立ち上げてるんですね。昭和5年にそういうことを1000円の資金で、ちっちゃな店を出したんですけれども、初めは全然お客さんは来なかったですけど、その当時にはですね、もうすでに、お茶茶道、お茶、茶の湯のですね、お好きだったようですね。店作りの中で釜、カウンターの中に釜を、風呂の釜を置いてですね、お茶を一服差し上げるみたいなサービス、をしてたそうです。いろいろ記述から見ると、1925年あたりにですね、松平不昧公という、まあ、方がいらっしゃるんですけど、茶人がいらっしゃるんですけど、その方の、茶日記みたいなものを見てすごく開眼したというふうに言われています。ですから、まあ、茶の湯については24、5歳の時から存在は知っていたんですけども、その男に憧れていたんだと思います。で、その中で昭和5年にその店を出す時に、そのお茶の雰囲気があるお店作りっていうのをしてたようです。内装も含めてですね、で釜を設置してサービスも含めて。でもう一つ驚くことっていうのは、昭和5年オープンしたんですけど、その次の年にですね、その3000円の資金でお店出したんですけど、3000円のお茶碗を買ったそうです。考えられない、まあ1000万ぐらいのお茶碗を買ったということです。店出してすぐ次の年に、黒ガラスを買ったらしくて、まあ、それは美術館に今も収納されていますが、まあ、本当にその3000円したのかどうかちょっと分かってないです、当時のお金で。それぐらい好きだった。何がその好きにさせて、その何ていうの、潰れるかもしれない、店を潰すかもしれないようなお金を使って茶碗を買う必要があったのか、もしくはこうその流れの中で、12年には表千家さんに入門してます。でその入門もですね、普通に入門ではなかったように聞いてます。その当時、即仲斎宗匠がお家元をされていて、そのお家元と1対1の茶事が行われて、入門するに際者ですよ、由紀貞一を招いて、即仲斎宗匠が、一客一手の茶事をしていただいて、で、しかもその茶杓と花入れ、竹の花入れをいただいたそうです。いろはっていう茶杓と、手習いだかな、手習いっていう花入れ、今もそれ美術館にありますけども、雪美術館にありますけども、そんなことちょっと考えられます？家元が直接入門式っていうのは、そういうのがあったかどうか知りませんが、ちょっと考えられないですね。でプラスその後、昭和14年には1939年には、そういう動乱の感じの時にですね、株式会社化してるんですね、吉兆が。で、それぞれを全部調べていくとですね、その後ろに見え隠れする人がたくさん出てきて、それは例えばアサヒビールを創業した山本食べ三郎さんってご存知ですかね。当時の関西の財界人のもう一人で、すごく、まあ、日本を動かしているような方です。山本食べ三郎さん、アサヒビールの創業者ですね。もしくは阪急電鉄って関西にあるんですけど、阪急電鉄を作った小林一三さんっていう、の宝塚っていう劇団ありますね、ああいうのも作ったのは小林一三さんです。であるとか、
まあ、そういう方々がですね、まああの勝者の高畑さんという、あの日照祝いという、勝者あって、今はちょっと名前は消えましたけども、そこの、まあ、創業者の高畑さん、誠一さんとか、そういう、まあ、その財界の方 の, そのつながりができていて、でその財界の方々の共通点というのは茶道なんですね。お茶の世界にどっぷり使っていて、当時その茶道っていうのはそういう国を動かしているような方々の集まる場所、サロン的な役割を得て、それってなぜそうなったのかっていうのはまたちょっと不思議があるんですけれども、多分ですけれども、まあ、僕もそのずっと掘り下げて考えていくと、あの利休の頃まで行っちゃうんですけれども、あの利休って商人ですよ、堺の商人だった人が、まあ、秀吉天下人のですね、国をのトップですね、まあ、天下人だった人の側近でですね、結構発言力も あるようなポジションだったらしいです。一商人がですね、そういうことはできるっていうのと、なんか今その利休のポジションとですね、あの諭吉定一のポジションってなんとなく似てる感じですね。だから普通ありえないことのところに出かけて、そのありえない経験をしていって、ありえない出世の仕方をしているっていうのは、利休も多分一緒なんだろうなっていう、その中にその共通点っていうのは茶道、茶の湯っていうのがあるっていうのがやっぱり共通点で、なんていうのかな、茶道にはですね、多分魅力があるというか、いろいろこう利休の頃に、まあ、それ以前にも茶道っていうのは大陸から渡ってきて存在している、あの舶来の飲み物、粉末を作る飲み物だったでしょうけど、もしくは薬の役割なんかもしたんでしょうけども、利休の頃からちょっと様子が変わってですね、なんていうのかな、その茶会に招かれること自体がすごくステータスな、それを飲むことよりですね、そこのグループに入っていること、っていうこと、秀吉が呼んだ、秀吉が作った茶室に呼ばれた人がなんていうのかな、仲間意識が強くなるみたいなやり方というか、で、しかもそれを広間ではなくてですね、どん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 ちっちゃくなっていきましたよね。もしくは入る入り口、二次入口っていうのがしゃがまないと、頭下げるね、まあ今のね、体格とその当時の体格はちょっと違ったろうでしょうけども、頭を下げないと、もしくは刀を刺していると通れないような入り口を作ってですね、中に入っている人に頭を下げながら入るのが二次入口なんですね。もしくはその二次入口に入る、まあ、左上か右上には刀置きっていうのが、まあ、今もね形式として、今刀を持ち歩いている人は銃刀法違反で捕まっちゃいますけど、形としてそういう気持ちでありなさいよっていうことなのかちょっと僕も分かりませんが、刀っていうのは当時の武士のなんていうのか、家の誇りというか、代々続いている家の自分のアイデンティティ、自分の存在意義を一番知らしめる、私はこういう立派な刀を持っている家をずっとこう継承して、それも私が一番長で持ってるんだっていう、自慢というか、なんていうのか、ね、自信というのか、そういうものの象徴が刀ですよね。それを取り払えと、そんなものはいらないと、刀置きにおいて丸裸のあなた本人の中で一人の人間として頭を下げて二次入口を入りなさいと。これね、結構僕普通にその社会にいると多分屈辱だと思うんですよ。実際自分の武士で威張ってたのに、その刀持って威張ってたのに、刀取り外されて、肩書き外されて、頭下げて中に入りなさい、
すごく屈辱だと思うんですよね。まあ今も当たり前のお茶人さんはその普通にお茶人さんというか、まあ、茶にお茶室に入られる方はあの頭下げてるというか扇子を置いてこう根っこにじって入っていかれますけど、当たり前のようになってますけども、あの当時そういうのがなかった、価値観がなかった時に、武士がですねそういう権威を持ってる人たちが権を持ってる人たちが頭下げて入れて普通に入れたのかなと。でもそれをした人だけが味わえる空間があったんですね。舶来のもののお茶をみんなで共有して、で、今コロナ禍でなかなか濃茶なんかも回しのフィールできないようになってます、できなくなっちゃいましたけど、一つのお茶飯でみんな回し飲みするんですよ。おかしくないですか。なんでそんなことする必要あるんですか。あの命名に立てりゃいいし、別に目の前で立てなくても水屋で立てて命名に持ってくりゃいいですか。それをわざわざ目の前でお手前をして、今も当たり前ですけどね、当時そんな、なぜそういうふうにしたのかっていうのは多分理由があったと思うんですよ。で目の前に来てみんなで飲んだと。で多分ですけども、やっぱこう不信感みたいなのも多少ね皆さんの中にあったと思うんです。中のそのお茶、茶室に入ってる。で、例えばお茶の中に毒が入ってたら、の敵対する人たちをこう呼んでですね、それ振る舞ったらみんな皆殺ししてっていう時代背景ですね。桃屋のそういう頃って、あのちょうど戦国時代でも兄弟であってもね、あの殺し合うみたいなことがあった、もしくは裏切るみたいなことがあった時代背景で、なぜそれが流行ったのかというか、なぜ取り入れられて受け入れられたのか。やっぱりなんていうの、秀吉自体もあのもちろんその天下人、さらにもっと力をつけて、さらに権力をつけて、財力をつけて、もっともっと広く、あのもしくは世界にまでみたいなことをやっていこうとしてた人が一番欲したのって何でしょうね。まあお金とか権力、もしくはこう信用みたいなもん、そうなんでしょうけど、信用なんてそんな簡単につくものではないので、やっぱりその腹を割ってられ割って話せる友というか同志というか、まあ命を、自分の命を狙わない、お互い助け合える同志みたいなものがやっぱり一番欲しかったんじゃないかなと。でそれを作るためにああいう茶室であるとか舶来のものを使って、もしくは目の前でさせて、これには毒が入ってませんよってちゃんと見せて、もしかしたら当時、今はそんなことしませんけど、亭主がですねまず自分でいっぺんちょっと一口飲んだんじゃないかな。でもしくはそれをみんなで分かち合うことによって一体感が出たんじゃないかな。そうするとなんとなくこうつじつま合いますよね。今あこんなこれですの、あの僕が勝手に考えてることで、ごめんなさいですけど、あの本当に偉いがあの学者の人がその全然こんなのそんなバカなことじゃないわっていう話だったら それはそうなんでしょうけど、僕が勝手に思ってることです。僕が勝手に思ってるんで、僕がどっか本で読んだとかそういうことではないです。僕が勝手に言ってることでっていうか思ってることです。あのなんとなくでも僕自身がそうだったらそうだなというふうに思って今お話してるんですけども、そこにはすごいフラットな関係がありませんか。多少ねやっぱりこう大きい土地を持ってたりとか、材料金をたくさん持ってる人がいたり、武力をね、武力のちょっと強い部隊を持ってる人とか、いろんな人がいる中でちょっとあの優劣が多少あっても、その茶室の中に入ったらなんとなくフラットな感じ、になるんではないかなと。心持ちがですね。でその中で初めて腹を割ってこれからどうしていくのみたいな話とか、もしくはそこまでは腹さなくても何かこうその突破口になるような体験を一緒にすることによって、お茶を一緒に飲むことによって、当時今はもう舶来というかもう普通にね、まあもちろん高いお茶もありますけど、普通にお茶買って飲めますけども、当時はそのお茶、もしくは特にその抹茶っていうのは高級品でですね、一般の方には手に入らない舶来品ですから、その舶来品をその共通した、もしくはこう共通のなんていうのかな、こう価値観の道具というか
お茶碗も含め釜であるとかいろんなこういうことを共通認識することで、その付加価値をそれをいただいてことで喜んだり、あの昔は戦争に勝ったら不動あの土地をね、あのその場所あ領地を自分のものにしてきたりとか、どんどん増やしていくようなことをしながら、それをするとだんだん力をつけてくるので、それをやめて、そういう美術品とか、あの茶壺とか、あの誰のどこの茶壺だとか、なんかこんなお茶が有名だぞみたいな感じで、そういうところで、まあ、ごまかすというか、こう価値をこうちょっと共有してですね、俺はこれを持ってるから、だから秀吉にはすごくあの信頼が厚いんだっていう証になったり多分してたんだと思いますけど、そういったところのっていうのが、なんかこうそういう中で、あの茶室でこそあの本当の信頼関係というか、人間関係が深い人間関係が築ける場所がのがやっぱり元々の成り立ちがそういうもので、でその中で今どんどんそれがですね、マニュアル化というか、要するにあの作法ですね、お手前はこういう手順にしなさいとか、あのこういう挨拶をしなさいっていうようなことで合理化していって、誰もがそれができて、誰もがやることによってそれが相手に伝わる方法で、その合理的にそれがスムーズにお互いの気持ちが行ったり来たりするように、したのが多分作法なのかなと、まあちょっとあの本来の意味からするとちょっとずれてきた感はあるのかな。要するに、当時はそういうものもなく、自分の思いだけでそのちょっとずらしてみたりとか、そういう気持ちがあったわけですね。もしくはそこでちゃんとこう、お礼というか頭の下げ方もですね、もうその相手に対してどの角度で下げるのかでね、気持ちを表現したりすることっていうのは自然の中でそれ多分行われてきただと思います。今はこういう場合はこの真の礼をしなさい、そうでいいですとか、いろんなこう手順というかこうマニュアル化されてますけど、あの本当にこう心の中から出たその中でその頭の下げ方っていうのがまだ変わってきたんでしょうし、もっと言うとなんかこうルール通りすることっていうのはもちろんそのお客様に対してあの礼儀を尽くすっていうことになるんですし、お客様もあの亭主に対してあのすごくあの心をこう割っていただいていることにお答えすることになるとは思いますが、その時にはというか、その本当に気持ちからそのルールを破ってまでやってしまう何かっていうのがですね、本当に伝わるものなのかなっていうふうには思います。多分そういうのの原型が離宮の頃に作り上げられて、でそういうことを感じ取ってですね、昭和の初めの頃のですね、財界人はそのフェアな、もしくはこのさらにルールが決まりながらもその上を行く上っていうか下じゃないんですけど、思いを込める、なんていうのかな、そういうものをこう自分のお茶のスタイルにして、もしくは道具にそれを表現して、それを相手に伝えようとして、で、そういうことをしてるのもですね、している場所だったから、茶道っていうのはこうずっとみんなにそういう、なんていうのかな、支持されたというかだろうな、もしくは幸定一はそういう垣間をですね、25歳から、まあ、40歳ぐらいまでの間、その25歳から30歳のうちにはですね、多分そういうものを多少なり見てきた、もしくはそういうものを感じたんでしょうね。で、
そういう方が使っている道具はその何でもいいわけじゃない。あのそのお客様をもてなすのにはふさわしい道具というか、そういう方を、もしくはその山本為三郎さんを呼ぶためには今あるお茶碗ではダメだと。もう店が潰れるかもしれないけど、この黒楽資金オープンした時と同じ金額のするお茶碗黒ガラスをで もてなしたいというか、あのお出ししたいって思ったんですね。その気持ちが多分そういう形になったものだと思います。だからそのオープンしても1000円で買ったり、もしくはそういうことを感じ取って、もしくはそのことを多分その山本さんとか小林さん、小林一郎さんとか、そういう方々が、松永仁庵さんっていうね、当時 の電力の鬼と言われてた、その電力会社のベースを作った人なんですけど、あの 松永さん、松永仁庵さんなんかもすごく、あの由紀亭一のことをすごく、まあ、気に入っていただいたように、あのうちの祖母、おばあちゃんが死んだ時にですね、お手紙をいただいて、わしもその自分の妻が死んだ時にはこう途方に暮れたけども、あの仕事をね、お前はしっかりするべきだと、料理を精進しなさいみたいなことを書かれた文章で、で最後にですね、茶友親友、要するにお茶の友、心の友、松永仁庵って書かれてるんですよ。これね、ちょっと涙が出てきましたけど、あのとその当時のなんていうのかな、まあ、今で言うとちょっとなんか難しいですけど、日本の国を動かしてる人がそんな30歳そこそこのね、若造の料理人にですね、真剣に付き合いますか。真剣に自分の何かこう自分の何かをなくしてもその人たちにやる、あの何かしようとしますか。多分ね、普通今ではないんですよね、そういうのって。今、まあ、ないことはないと思いますけど、少ないと思います。ゆきていちは多分そういうことを、さっきのその1000円のお茶碗を買ったっていうことも、要するに前言ったら命がけなわけですよ。自分の店でなくなってしまうかもしれない、そういうことを気持ちでやっぱりその方々に多分接したんだと思うんです。自分のこのある限りのものをね、自分のできる限りのことを尽くして、お茶の作法とか、お茶の何これを守ることとか、そのお茶に対して何かとかじゃなくて、まあ、もしくはその お金ではなくてですね、要するにその1000円っていうのはもちろんお金なんですけど、その1000円をかけることによって、もしくは自分の店が潰れてしまうかもしれないし、自分の命がなくして、もしくは自分の家族が亡くなってしまうかもしれない、それをかけてそのやろうとすることっていうか、そういうものっていうのが多分、まあ多分そういうところなんだろうなって気がするんですよ。まあお茶っていうその箱というか、ルール、もしくはこう媒体というか、人と人を使う媒体みたいなものあるんですけど、その中で本気でやってる人たちっていうのはやっぱり本気でやっていて、でその本気でやってること方こそ、その投資みたいな人たちがやっぱりこう新しい価値を作っていくんだろうと思うし、私もそうなりたいと思うし、皆さんにもそうなってほしいと思いますし、あの本気で何かこう取り組むみたいなことっていうのが、あのすごく茶の湯なんだろうなって思っていますね。